ほらほら、遅いわよ。どうして？私はあなたなのに、どうして邪魔するの？違う、私はあなたじゃない。私はこんなことしようなんて思っていない。嘘！あのモンスターを見て何も思わなかったなんて嘘！何も感じなかったなんてただの強がり！指輪だって、セフィラを宿すだけの単なるアンティークだった。それをあなたが変えたんです。あなたの思いが私を合図にした。私をはめてもらった時、あなたは泣いていたんですよ。驚いて、でも嬉しくて、あなたは救われていた。ただの女の子だった。あなたは本当は剣なんて取りたくなかったんでしょう。メルが、英雄がいなきゃ合図はダメなの。誰にも奪わせちゃダメ。恨んだでしょ、憎んだでしょ。私たちと約束したベルを奪おうとするあのモンスターを。あのビーブルを見てずるいって、確かにそう思った。でも私はベルを縛ろうとは思わない。ベルは約束を破ったりしないから。もし誰かの英雄になってもきっと私を助けに来てくれるよ。だってベルはベルだから。あなたは私なのかもしれない。あなたの方が私の裸の心に近いのかもしれない。でも今のあなたは英雄を殺そうとしてる怪物に見える。私が怪物？ベルを殺そうとしている。そう、英雄を暗い迷宮に閉じ込めて貪って殺す、アシュフィリア。だから私は、私を止める。うるさい、うるさい、うるさい！あなたが私を産んだくせに勝手なこと言わないで！
私はアイズ、あなたは私、でもあなたはいらない。私だけがベルの花嫁になる。そんなことさせない。